はい、じゃあ縦いきますね。右回しするように、もうあの角を作らないように、肘もちょっと寄せながら抜いていきますね。じゃあ止めに行きます。同じくね、肘も寄せながら持ってきたら、お尻が浮いた状態で軽く倒して、トントンとすると、もう尖った足ができてるから、お先をこう左に出して、今倒れた角度のまんまで下から突き上げて三角で止めますね。じゃあ肘を動かす練習ね。こう持ってきたら寝かせて、少しこっちに入ったら毛先を下まで下げてもいいもんね。とにかく体は使わない、肘だけで、ゆっくりでいいから最初の打ち込んだところに戻ってもらいますね。じゃあバネを使った線ね、真ん中細く、また太くね、お尻を返して下まで下げます。でこれを戻して、ちょっとこのたわんな形、このバネを使って力強い線だから、ここで左に倒して肘で抜くね。